月間テーマ。1月ブレインフード、2月ウォーミングフード、3月抵抗力アップ、4月脱鼻むず、5月リラックスとリフレッシュ、6月めぐる、7月クールダウン、8月ミネラル補給、9月休養には栄養を、10月エイジングケア、11月腸内フローラ、12月肌ケア。食べ物の力を知る。これこそ薬膳。食べることで病気を予防し、体調を管理して健康になりましょう。ノードクター、ノーメディシン。究極の世界観。4月脱鼻むず。4月の月間テーマ、脱鼻むず。食材で鼻むずを乗り切る。大葉、生姜、玉ねぎ、大根、青魚を取る。鼻むずが楽になるのなら、すぐできる対策なら試したいと思いませんか？それには普段からバランスの取れた食事をすることが重要です。その上で鼻むずに対する食材を取ります。他の対策も怠りなくすることがベターです。抗ヒスタミン作用、他、大葉、生姜、玉ねぎ、大根、青魚、緑茶、生姜、大葉、豚肉、熱タイプ、生姜、熱タイプ、大葉、熱タイプ、豚肉。肝、熱、肝タイプ、ネギ、大葉、山芋、ニンニク、玉ねぎ、熱タイプ、生姜、ニンニク、大葉、長ネギ、玉ねぎ、ニンニク、肝タイプ、長ネギ、肝タイプ、玉ねぎ、肝タイプ、ニンニク。アレルギー発症のメカニズム。免疫とは体を守ってくれる大切な体の機能です。自然免疫、生まれつき体に備わっている、常に体内を監視している免疫細胞で、病原体に感染した細胞を攻撃します。マクロファージ、鈍色、 NK ナチュラルキラー細胞、白血球、好中球、白血球の 45-70%、 強い鈍色能力。獲得免疫、体内に入った異物を記憶し抗体を作り、次に同じものが侵入した場合に効率よく排除するための免疫を作る。ヘルパー T 細胞、 B 細胞、キラー T 細胞。アレルギーは獲得免疫の機能が引き起こす症状となります。アレルゲンが体内に入ると異物とみなし追い出そうとする。白血球、 B 細胞、 B リンパ球と T 細胞、 T リンパ球は異物が入ってきた時に発動し、異物を攻撃します。ヘルパー T 細胞が B 細胞を助けに来て、アレルゲンを排除する IgE 抗体、免疫グロブリンが生成されます。 B 細胞は単体で作れない。ヘルパー T 細胞、 T リンパ球、 B 細胞、 B リンパ球、 IgE 抗体を生成。再度アレルゲンが体内に入ると抗体とアレルゲンに肥満細胞、
マスト細胞が刺激される。抗体が化学伝達物質ヒスタミン、ロイゴトリエンなどを増した肥満細胞マスト細胞に付着し、アレルゲンにも刺激され、ヒスタミンなどを放出し、アレルギー症状を引き起こします。肥満細胞マスト細胞、ヒスタミン、ロイコトリエンなどを貯蔵する。ヒスタミンなどを放出する。ヘルパー T 細胞の1型と2型 TH1、TH2 バランスが重要。 TH1 は B 細胞を助け IgE 抗体を作る。 TH2 は作りすぎを抑制する働き。 TH1 が強すぎると自らの細胞排除に使ってしまう。 TH2 が強すぎるとそれほど強くないアレルゲンに対し力を使うことになり、抗体過剰が発現しアレルギー症状の原因となっている。鼻水対策、外での対策、マスク、メガネ、帽子を着用する。家の中での対策、帰宅後服をよく払い、うがいと洗顔をする。部屋の掃除をこまめにする。水拭き掃除も効果大。エアコンのフィルターも掃除する。空気清浄機を使用し枕元に置く。布団、洗濯物は外に干さない。加湿器を使い部屋を保湿する。鼻と喉が楽になります。部屋の換気は早朝と夜に行う。花粉は朝開花して飛散する。外出時、上着のウール素材が付着しやすいので、つるっとしたポリエステルなどの素材の上着を着る。ストレス、疲れをためないように十分睡眠をとる。規則正しい生活習慣を心がける。食材を選ぶキーワードは抗酸化力アップ、ビタミン CE、 ポリフェノール、レンコン、ブロッコリー、リンゴ。免疫力アップ、ビタミン ACE ほか、人参、じゃがいも、かぼちゃ。粘膜強化、ネバネバ食材、白い食材、長芋、里芋、オクラ、納豆。腸内環境、食物繊維、発酵食品、ごぼう、ヨーグルト、ぬか漬け。基本的にはこの点を押さえた上で話を進めます。抗ヒスタミン作用、ロズマリン酸、ポリフェノールの一種、ヒスタミンの有利を抑制。青しそ、ローズマリー、スペアミント、レモンバーム。アルファリノレン酸、オメガ3脂肪酸、多価不飽和脂肪酸類。体内で EPA、DHA に代わりアトピーの症状を抑制。熱や酸素に弱い。エゴマ油、アマニ油、フラックスシードオイル、クルミ、大豆油、朝、ヘンプ。生姜オール、辛味成分、抗ヒスタミン作用、消炎、鎮痛作用。生姜、ケルセチン、フラボノイドの一種、抗酸化活性、免疫系の刺激、ヒスタミン有利の阻害。玉ねぎ、特に外皮、リンゴ、サニーレタス、ブロッコリー、モロヘイヤ。ジアスターゼ、消化酵素、
酵素でヒスタミンの分解を促進する。加熱に弱い大根、大根おろしにする。抗アレルギー作用、 EPA、DHA、オメガ3脂肪酸、青魚の頭部と目の後ろの脂身に多く含まれ、氷点下でも固まらない。アレルギー症状を抑えてくれる。マグロやサバ、アジ、イワシなど青魚。脂肪酸を控える。体内でアラキドン酸に合成され、アレルギー症状を促進させる。紅花油、サラダ油、ごま油、ひまわり油、スナック菓子等。トマト、メロン、スイカを控える。口腔アレルギーの恐れ、交差反応。スギ花粉の方、トマト。イネ科植物の方、メロン、スイカ。次は東洋医学、中医学の観点から見ていきます。東洋医学と西洋医学の違い。西洋医学は各独立した機関から人体は成立していると捉えるのに対し、東洋医学、中医学は全身が関連する一つの有機体として捉えています。五臓六腑の捉え方が、西洋医学はそれぞれの機能が単独で存在していると捉え、東洋医学は気、血、心液を結びつけ機能していると捉えることが、人体を構成する最も重要な基本的要素として考えています。生体感、すべては揃ってつながり調和して生体と言います。また人体は外界の自然界の一部で、自然界とも密接につながっています。人間の体は季節と気候、昼夜の変化、標高や高温多湿からの影響を受け、自然や宇宙とつながって成り立っています。その人間の五臓六腑も、おのおのの臓器と密接につながり、さらに連携をして成り立っています。つまり、体の外と内の二つの調和が取れていることが重要だとの考え方です。生体感、宇宙、自然界、人体、木、火、土、根、水、肝、心、脾、肺、腎、春、夏、腸化、秋、冬、春分、夏至、秋分、冬至、幼虫の幼、幼の極点、陰が生まれる。幼虫の陰、陰虫の陰、陰の極点、幼が生まれる。陰虫の幼、人体各部が互いに協調し合い、影響し合ってバランスをとっている。陰陽学説、
物事は陰陽の2つの相反する面を持ち、対立しながら依存し合い、絶えず変化しています。陰陽は相対的に決まるもので、陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じます。陽は激しく動くもの、外に向かうもの、上昇するもの、暖かいもの、明るいもの。体表、四肢外側、六腑、袋で中身がない、木、形がない。陰は静止しているもの、内にあるもの、加工するもの、冷たいもの、暗いもの。体内、四肢内側、五臓、実質臓器、血、心液、液体で形がある。陰陽のバランスの崩れる原因には邪気があり、免疫力や抵抗力を正気と言い、そのバランスの上に成り立っています。つまり邪気が強く、正気が弱いと病気になります。日光が当たる背中は陽、日光が当たらない胸、腹は陰。五行学説、古代中国で生まれた世界観で自然哲学です。万物は木火土金水という物質からなっているという考え方です。木は極直という樹木が曲がったりまっすぐになったりして上へ成長する性質、成長、昇発、上達、肝の働き。火は炎上という温熱、上昇、向上などの作用や性質。土は火食という土に種をまき、収穫する、生み出す、樹脳、物を乗せる。金は獣角という変革を意味し、清潔、修練、祝殺、秋に木の葉を散らすこと。水は純下という水が下へ流れること、完了、自順、高下。五行、木、火、土、金、水、創生の関係。木は火を生じ、火は灰となって土を生じ、土の中から金属を生じ、金属の表面に水を生じ、水は木を育てる。創生、木は火を生ずる、火は灰となって土を生ずる、土から金を生ずる、金属は水を生ずる、水は木を育てる。相克の関係、木は土に勝ち栄養を取り、土は水に勝ちせき止め、水は火に勝ち消し、火は金に勝ち溶かし、金は木に勝つ割る。相克、木は土から栄養を取る、土は水をせき止める、水は火を消す、火は金を溶かす、金は木を割る。体質を知り、陰陽五行に学ぶ。気、血、水、心液の不足と滞りで体に支障が起きる。体を構成する基本要素、気、血、水、心液。気、陽、生命活動の根幹をなすエネルギー。血、陰、血液、心液、陰、血液以外の体液。人体を構成、生存を維持する基本要素。気の概念、宇宙、人体を構成している基本的物質。
人体の生命活動を維持する基本的物質。気はさらに微細な性でできています。それらを詳しく図式化すると下のようになります。気の生成と種類。大気、天の気、大気、肺、生気、呼吸を司り気血の運行、早期、液、気表、気肉、肥毛、汗腺を守る、脈管外をめぐる、飲食物、地の気、水国の精、肥、水国の精気、栄気、栄養を与える、血液を作る、脈管外をめぐる、父母から受け継いだ、先天の精、腎、元気、三焦、経脈を通って、各臓腑、経絡へめぐる、血の生理機能。血は、気と同じく、人体を構成する基本的物質です。ほぼ血液のことで、栄気と心液でできています。血は精神活動の元となるもの。血が不足すると精神や意識に影響があります。血の循環を担う作用、気の骨折、水道作用、血の漏出を防ぐ、流れを促進する、気の凍結作用、血が脈外へあふれるのを防ぐ、心の水道作用、血を循環させる、肝の疎泄作用、全身の気の量を調節する、肝の増血作用、血液量を調節する。血の生成、水国の精気、精神活動の物質的基礎。全身を栄養し自循する。血、全身。水国、食べ物から心液が作られる。肥、小腸、大腸。心液、鼻から入った精気と口から入った水国の精気と肺で臓器となり、栄気が作られ、血とともに人体をめぐる。栄気、水国から生成された皇天の精が人に蓄えられる。精、血、肝、人。血の量を調整する。肝の中にも血が蓄えられる。肝の血が不足すると、腎の精から血となって補われる。脈の中をめぐる。血と心液の生理機能比較。血、1、全身を栄養し自循する。2、心、精神活動を支える物質的基礎。心液、1、全身を自循し潤す。2、血液の組成成分をなす。心液の生成、水国。水国、食べ物から心液が作られる。全身を自循する。血液の組成成分をなす。三焦を通る。全身。尿、呼気、汗、肥毛を自循。血脈を栄養。
発酵弁証という弁証論があります。中医学では病状を8つの項目4組で判定し、その症を確定し、変化を予測し、治療の方針を立てていきます。その症の立て方を簡単に紹介します。表裏、病の病位、表、表面、裏、内面。肝熱、病の病状、肝が過剰か、熱が過剰か。虚実、病の盛衰、虚、正気が不足、実、邪気が停滞。陰陽、陽、表、熱、実、陰、理、肝、虚。視神、防神、体全体、顔色、舌診、問診、分診、接診、脈や患部に触れることで得られた情報に、この弁証法から分析し、症を立て、治療していきます。ここでの肝熱は、症状の性質を示します。肝症は、寒気がし、水っぽい鼻水、無色の痰が出ると、風邪の肝症で温めて治していきます。熱症は、ほてり、黄色で粘りのある鼻水や、色の濃い痰や尿、喉の痛みなどが、風熱、表熱で、風邪と熱邪を伴う場合です。治療は、消炎、抗菌、去痰、解熱鎮痛などの作用のある生薬を組み合わせて治していきます。風管気虚型、サラサラ鼻水、くしゃみ、冷たい空気に反応するタイプ。風熱気虚型、目やに、充血、かゆみ、鼻づまりタイプ。白ネギ、大葉、山芋、豆類を食べる。生姜のすりおろしを生姜湯や紅茶に入れ飲む。熱、目やに、充血、かゆみ、鼻づまりタイプ。目のかゆみのひどい時は、菊花茶、ミントティー、ハブ茶を飲む。ハト麦、黒豆入り雑穀ご飯をゆっくり噛んで食べる。白ネギ、大葉、山芋、豆類を食べる。芋類、ニンニク、玉ねぎ、人参、キャベツ、そら豆、豆類、かぼちゃ、しいたけ、きのこ類、ハト麦、あずき、栗、くるみ、ナツメ、鶏肉、鮭。熱、ハト麦、黒豆入り雑穀ご飯をゆっくり噛んで食べる。生姜、ニンニク、大葉、ほうれん草、ゆり根、黒きくらげ、白きくらげ、豆腐、わかめ、昆布、ごま、豚肉、豆乳、蜂蜜、大箱、毒ダミ、ハブ茶。鼻むず対策のハーブティー。ネトル、鼻炎、鼻水、炎症、エルダーフラワー、抗アレルギー、鼻炎、鼻水、炎症、エキナセア、抗炎症、ジャーマンカモミール、消炎、リラックス、タイム、抗菌、気管支の痛みの緩和、ペパーミント、スッとする香りで脳が活性化する。お茶の入れ方、4種類のハーブをスプーンそれぞれ山盛り1杯と 1.5 リットルの水をポットに入れる。火にかけ、沸騰したら弱火で10分沸かします。薬膳専用ポットも市販であります。花粉症に大葉ジュース、
材料、大葉40枚、水1リットル、砂糖100グラム、クエン酸小さじ1。作り方、1、大葉を洗い水気を切る。2、水を沸かし、沸騰したら大葉を全部入れて3分で止める。3、すぐに大葉を引き上げる。4、砂糖を入れて溶かす。5、